ターハー・フセイン。盲目であったターハー・フセインは、エジプトの小説家、評論家、政治家で、20世紀前半のエジプトルネサンス運動や、アラブ世界の近代主義運動を代表する作家、知識人の一人。ターハー・フセインは、上、エジプト中部のミニアー県の農村、イズベトエルキロで、仮想中3階級の家庭に、13人の子供のうちの7番目の子として生まれた。 3歳の時に医師の誤った治療で盲目となり、以後の人生で多くの苦悩を抱えて生きることとなった。子供らにクルアーンを教えるクッター部と呼ばれる小さな学校に行き、さらに当時エジプト唯一の大学であったアルイコールアズハル大学にも進んで宗教を呼び、アラビア文学を学んだものの、伝統的で保守的な教育に飽き足らず、卒業しないまま大学した。 1908年に世俗教育の大学であるカイロ大学が開学すると、フセインは入学を強く希望し、盲目で貧しかったにもかかわらず入学することに成功した。1914年、彼は PhD の学位を得て卒業する初めての学生となった。PhD を得た研究は、シリアのマーラ出身の盲目の詩人で合理主義。 会議主義の哲学者でもありイスラム教の教義を激しく攻撃したことで知られるアブーアルアラーアルマーリーについてのものだった。卒業後は国費留学生としてフランスに渡りモンペリエ大学で修士号を得てさらにソルボンヌ大学に進みここでもう一つの PHD を得た。ソルボンヌで学位を得た研究はチュニジア出身の歴史家、思想家ビブンハルドゥーについてのものだった。 モンペリエ大学で彼はスザンヌ・ブレソーという女性に会い、後に結婚している。彼女はフセインに文章を読み聞かせてフランス語理解を助けたことから、彼はスザンヌのことを甘い声と呼ぶようになった。スザンヌは彼の生涯にわたって、妻としてだけでなく、友としても重要な人物になった。二人の間には、娘アミナと息子モーニスが生まれており、二人は後に、 フセインの著作のフランス語訳などを手掛けている。1919年、フセインは妻、スザンヌを連れてエジプトへ戻り、カイロ大学の歴史学の教授になった。彼は芸術学部でアラビア文学の教授にもなったほか、エジプトの高等教育の充実や近代化に向けた評論活動にも奔走する。1926年にはカイロ大学文学部に、 アフマド・アミーンを教授として推薦している。1931年に、口実の事件で、カイロ大学を解雇された後は、カイロアメリカ大学に着任し、1942年には、教育大臣の顧問になり、アレクサンドリア大学開学時には、初代総長にもなった。フセインは、多くの小説やエッセイを表した。その中でも、エジプト国外にまでよく知られたものには、 幼少期からを描いた自伝であるアルアイアがある彼にとって重要な著作になったのは1926年に出版した先イスラム期の詩についてであり、アラビア語の伝統的な詩文のほとんどについて、その信憑性を疑い、部族同士の競争や部族の誇りから来る動機によって内容の多くが絶造されたものではないかという説を唱えた。さらにクルアーンについても、 客観的な歴史資料として用いるべきではないと暗示している。この本は大きな反響を呼び、特にアルイコールアズハル大学の関係者やその他の保守主義者からは怒りや敵対心を買い、イスラム教に対する侮辱で訴訟を起こされた。裁判所はこの本を研究者による意見の表明であり法的措置は取らないと判断したが、カイロ大学を1931年に解雇された。 本自体も禁書となったが、後に内容を若干緩和して発行されている。フセインは、1860年代から1940年代まで続いたエジプトルネサンス運動の時代の代表的知識人で、エジプト民族主義のイデオロギーを訴えた。彼がファラオニズムと呼んだエジプトナショナリズムの思想は、エジプト文明はアラブ文明により抑圧された状態にあり、 エジプトはイスラム以前の文明のルーツを取り戻すことによって初めて前進できるとするものであった。1950年、フセインはエジプト政府の知識大臣に任命された。彼は教育とは我々が呼吸する空気、我々が飲む水のようなものであるという自らのモットーを実践に移す機会を得た。彼は教育を無償化すること、 および万人が教育を受ける権利を持っていること、教育は富裕層だけのものではないことを訴えた。こうして、エジプト国民は、無償で、初等教育を受けられるようになった。彼はクルアンを教える、小さな学校、小学校へ改祖し、多くの大学を設立したほか、従来の高校を大学などへ改祖していった。エジプトの式自立工場に、フセインが果たした役割には多大なものがある。 死後の1973年、フセインに国連人権賞が贈られた。カイロにはターハー・フセイン博物館があり、シン・アレクサンドリア図書館には視覚障害者のための図書館であるターハー・フセイン図書館がある。ターハー・フセインの作品は、アラビア語やイスラムの文学や文化に関する研究、貧困や無知を生み出すものを攻撃する、社会批判の傾向の強い小説。 自身が編集長を務める雑誌に発表した政治的論説に分かれる。全16巻の全集も刊行されている。その他、ギリシアローマの古典文学についての研究などの翻訳も行っている。ありがとうございます。